コウキさん、おはようございます。おはようございます。新居、お家賃いくらだと思います？いやでも結構広いよ。3万3000円。え、マジでいい物件見つけたな。なかなかないよこんな物件。ついに一人暮らしに踏み出したんやろ。まあ、うるさくしすぎて、これ4階住んでたんすよ前。はいはい。え、同じマンションなの？そう、左と右と下と斜め下と斜め左から駆除が来ておりましてで、ここは2回目に住むんですよ。うん。次、上から駆除来た即退去っていうの契約書に書かれてました。ありがとうございます。新しいのクリーニング済みなんですよ。はいはいはい。これ下をね、こうじゃあ俺思ってた、さってすると砂みたいなのつくんですよ。じゃあ俺木くずみたいなめっちゃあったんやって。やばくないこれ。じゃあ俺今からルームツアーしてほしいんやけど、がっつりカーテンがないからさ、あっち映せへんからね。あっち映せへんから。アース線めっちゃ怖いんですよこれ。冷蔵庫アースは別つけんでいいよ。あ、ちゃんと買ってるやん、トイレットペーパーも。これさ、冷蔵庫あるやん。絶対冷蔵庫置き場ここよな。アース線とコンセントここやん。ほんまや。まあ僕の新居はまた来てくださいね。暴れに行きます。いいよ。普通に撮っていいよね。うん。え、いい？どういうことよ。声の声量。そんなんで苦情できたら YouTube すると言ったんだけどさ。あ、言ったんだよ。こんなんで苦情できたらもう即退去する。逆に退去してもらおう、こっちこれも使います。こちらにおはようございます。それとコウキでございます。ご賞味でございます。ありがとうございます。ということで、俺新居祝い今日何も持ってきてないんよ。これだけだけど、このウームのパーカー、新しいやつけど、なんかその引っ越し祝いっていうもんでもないやん。これ新居祝いって言ったら俺ピザ頼むことやと思うね。ピザパーティーやと思うね、この家で。この変なこと思いついてるやろ。で、今お昼時やね。ここ一発目の対決やっていこうかなって思います。題してドミノピザ VS ピザーラ、どっちが合計金額増えるか対決でございます。けど今回新居祝いって言っても負けたら全額負担なんで。さあ、引っ越してきたら、けど家具に7万使ってるわけそこにまた追い打ちでプラス請求してくるわけ。いや、それはだから自分次第よ、結局。なるほどなるほど。まあ、勝てばいいと。お腹空いてるやろ、だってめっちゃ空いてる。だってもう何時よ、2時前。そらお腹減るわ。あ、最近ウォッチ買いました。いや、アプローチめっちゃいいよな。最高。これも買わなかまだ新しいの。俺正直あんまり両方食わへんね。だから価格帯がマジで分からへん。だから例えばさ、マックとケンタッキーとかやったらさ、ケンタッキーの方が単価高いとか分かるやん。うんうんうん。けどドミノピザとピザーラって俺マジでどっちが高いか分からへん。俺絶対ピザーラ行きたい。ピザーラ。え、うん、じゃあドミノピザでいいよ。ドミノピザ安いイメージしかない。でも取りに行ったらじゃない？ドミノピザって1枚無料みたいなあったもん。あれって取りに行ったらじゃないの？あれ宅配もちゃうか。でもピザーラにするわ。ピザーラ。ピザーラ。じゃあ俺ドミノピザ。いや、20分で正直俺一ホール食えへんのちゃうかなって思うけど、 S サイズとかやったら食えるやろ。 S を大量に頼む作戦とかとか、 S 頼んでもうめっちゃ早く食えそうなサイドメニューとか飲み物も頼むとか。いや、ありやん。そういう感じで、まあ各々の作戦を練ってっていう感じで、まあ今からピザーラ頼んでもらって、俺はドミノピザ頼むっていう感じで、いやいやいや、やりましょう。新居一発目の対決やっていければいいかなと思います。じゃあ早速今からね、とりあえず注文していこうかなって思います。ではいかー。じゃあとりあえず郵便番号とか全部振ったんで、まずピザーラ頼んでいいよ。最初俺が金額負担するけど。 OK です。完璧です。お届けの予定が30分後ぐらい。30分後ぐらいです。待って、なんかドミノピザ安いな。いや、安いかもしれん。ドミノピザ意外と安いかもしれん。全部早くれたもん。注文完了。素晴らしい。俺飲み物頼んでないです。じゃあ、あと30分後にね、来るんでね、それまで待ちたいと思います。いいよ。はい、全部届きました。紹介してって。コーンスープは結構高かったんですよ。え、これめっちゃうまそうやな。コーンスープも高い。これいくら？300円ぐらいしたんじゃないかな。300円ぐらい。高いな、コーンスープにしては。で、次、こっちですね。いや、うまそう。421円で、同額で立つた。マッシュポテトやな。あれ、もう間違ってる。 S サイズなんですよ、今頼んだ。あ、ちっちゃいな、確かに。舐めてるでしょ、君たち。え、これ絶対めっちゃトッピングしたやろ。クソトッピングしてこれです。めっちゃうまそうやな。うわ、しかもお前生地クリスピーにしてるやろ。そう。いや、食べやすいようにしてるね。これで3800円です。あ、でも3800円を20分で1人で食うの普通に考えたらやばいもんな。なるほどね、3800円ね。え、いいですか、はい、え、僕ドミノピザ、え、こっちより5分くらい早く来ました。後から頼んでるのに。優秀なドミノピザ。いや、そうだね、今日から値段ですから。で、まずこれ、これはまあ必需品かなということで。まあうまいね、これは。これ250円ぐらいやったかな。いや、メイン。うまそう。これ4種類の味にしたから飽きないように、まあこれを頼んだっていう感じかな。うんうんうん。これが食えるかなっていうところはあるんよ。とんでもないものを頼んじゃったよ。おいしょ。
なんだこれ、ここ何、ここ何、ポテト、チキン、ナゲット、なんかシュリンプみたいなやつ、これで合計が4100円。だから俺全部食い切ったら君に確実に勝てるという。いけそうだよね、これ。いけるやん、20分。いけるやん。ポテトとかがきついかもしれない。でもこれも1個でも残したら金額に含まれへんっていうのも怖い。であと飲み物買うの忘れた。よっしゃ、ハンデもある。うまそう。早くお冷めへんうちに。いいよ、マジ机かやって。あるね、ここに。じゃあなんかもうちょっとなんか分かる、ローテーブルみたいなね。そうそうそう。じゃあいきますよ、制限時間20分、負けたら全額自腹、よーいスタート。いただきまーす。竹下先生のお前、むっちゃ匂いする、むっちゃ匂いする。ちょ、俺のサイドメニューがやっぱセメリー派なんで。バカくそうなんや。早いってピザ食うの。あ、これうまいけど20分きついかもしれんな。ピザはでかい。お天気もあります。はい、ちょっとポテトとかも食っていこう。ピザ食っていきます。スモールサイズだからね。でも俺ピザーラでとんでもない宣伝をしてるからね、昔ピザ動画で。何？ピザーラの人やったから。ピザーラっていうすごい貢献してる。うまっ、うまっ、なんかいろんな味混ざってる。複雑やろ、ちょっとトッピングしすぎて。何個ぐらいトッピングしたの？6、7個ぐらい。だから食うの遅かったよ。僕の人びっくりしてたよ、トッピング多すぎて。こんなんするやつなかなかおらんもん。でもトッピングとかしたことないけど。うわ、 S サイズ羨ましいな。ドミノピザ S サイズないねん。だからちょっときついな。けどラッキーラットとか頼む人は絶対ドミノピザの方がいいかもしれない。ドミノピザめっちゃ安かったしな、うん、量が多い。ドミノピザこれマジでうまい。これさ、まんべんなく食ってたら1円も含まれへんか。え、早っ。まあ、制限時間20分やからね、いかに持続させれるか。多分最初にバテるパターンやと思うね。ポテチみたいな感覚でポテト食ってるの。えっ、怖なってきたんやろ。相当腹減ってたよ。あれ、金額これ含まれます。ちょっと多分な、コンポータルでもな、冷めてると思う、ね、意外にね。こんな無心でピザ食ったん初めてや。いや、赤入らない。待って、赤入らない。止まれる、止まれる。これやん、絶対うまい。絶対うまいな、これ絶対うまい。うまっ。油もんにセットやな。まあいいね、こういう進化で食うピザは。 M サイズ多すぎ。はい、ピザラスト一切れ。あー、きつい。長寿とかの客もそうなんやけど、うん、大体俺とかって10分ぐらいで限界くるの。マラソン大会で最初めっちゃ飛ばすやつやね。息って。めっちゃ弱いやつ。言い方違ってくれる。そうやっているよな。いる。え、あ、マラソン、マラソン大会で最初のグラウンドのとこのね、学校出るまでにバテるやついるやん。俺いつも何してんねやろな、こいつみたいな。こっから揚げ物のオンパレードや。死んでまうかもしれん俺。ここにめっちゃソースついてるやん。味変や、味変。いや、ソースなんてやばいよ。いや、俺ソースないもんやもん。エンジンかかってきた。とりあえずラスト1枚。ありがとう。エビのシュリンプ揚げみたいなやつにタルタルソースかけるわ。これ絶対うまい。タルタル早いな。やっぱこれ一番うまい、エビのタルタル。どこの品の2種類。金がきついって。俺よう飲み物なしでやってると思わん、これ。で、冷蔵庫見たら飲み物何も入ってないですわ。昨日冷蔵庫のスイッチポンでした。これマジでバケモンみたいな量多いわ。よう食べ終わるな。4人でパーティーするときに1個頼むやつ、それを1人で食ってるから。夜ご飯いりません。僕夜とんかつ屋行こうってなってたんですけど無理。俺行きます。サウナ行こう。はい、サウナが行っちゃうんよ。体覚醒するからな。最近練習してるんですか、サウナ。この前一緒に行って水風呂で何言ってたんだ。想像以上に多い。俺めっちゃでかかったって。俺トッピングの量が低かったから上に重なってる。これ両方今金額包まれてない。よっしゃー、揚げ物4種盛りみたいなやつ終わりました。アルコール、これまあ俺らバコバコ使ってるのアルコールやからね。一番今必要なやつ。で、新居来たんで YouTube 再開します。あ、マジで本気あるらしいんで概要欄にチャンネル貼っときます。今9400人だったら600人登録してください。一番いいこととりあえずラスト1本。うわー、やって。おー、素晴らしい。ちょっと飲みたかったよ。17分で会食です。はい、どうぞ。新居祝い約8000円のお支払い確定です。これは対決やから2個頼んだけど、プライベートで頼むってのがどっち？いや、興味一緒ちゃう。味多分変わらへんね。興味一緒けど安いのは絶対ドミノやと思う。家近い距離で取りに行ったらもっと安いしっていう感じで、俺もあんまピザーラ食わんかなっていうのはあったな。いや、これからこの家でどんどん動画がね、多分おい、退去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 どんどん生まれるんで、多分ここでな退去退去退去する前提でここ住んでんじゃん。
上から駆除来たら即退去らしいんで、ワールドカップの時ヤバいじゃん。ほんまヤバいその映像ということで本日も視聴ありがとうございました。チャンネル高評価よろしくお願いします。それでは次の動画、また見てる方も